皆さんこんにちは、幸せパン職人のゆりなです。今日は本格的なシュトーレンをご紹介していきます。シュトーレンはもともとはドイツの伝統菓子で、クリスマスまでの4週間に一切れずつ食べるというものです。日本でも最近はパン屋さんで見かけるようになりました。今日はそんなシュトーレンをご紹介していきますので、一緒に作っていきましょう。ではまずドライフルーツを用意します。ドライフルーツは、生地を仕込む1週間とか、1ヶ月とか、そんな前から用意をしていきます。今回はフィグとレーズン、あとはドライオレンジを用意しました。オレンジピールなんかでもできます。あとはですね、好きなドライフルーツでもいいですし、ナッツなどを加えてもらっても構いません。細かく切っておきます。細かく切ったドライフルーツをタッパーなどに入れて、ラム酒ですね、ラム酒を加えて約1ヶ月ほど、最短で1週間程度ですね、はつけておきます。こうすることでドライフルーツにお酒のね、いい香りがついて、とても美味しいお菓子になっていきます。好きなお酒を使ってもらってもいいですし、ドライフルーツ以外にもナッツだったり、今回の使ってるドライフルーツ以外にも入れてもらっても大丈夫です。そしたらこの状態でですね、常温で結構ですので、1週間から1ヶ月程度置いておきます。ではここからはですね、ドライフルーツがしっかり使ったという前提で、話を進めていきます。まずは中種を作ります。ここからの作業は1日でできてしまいます。中種、強力粉にドライイーストを加えて混ぜたら、さらに牛乳ですね、を加えて混ぜていきます。牛乳は30度程度の少し温かいものを使用してください。これが種になります。こんな感じのですね、少しドロッとした感じの生地です。ここまで粉気がなくなったら完了です。ラップをして1時間だけ室内に置いて発酵を取っていきます。種といってもね、そんな難しくないです。生地をこねて置いておくだけです。そしたらここから本ごねをしていきます。本ごねの材料を用意していきましょう。ここに先ほど作った中種も入れて混ぜていくという形です。まずはバターをボウルに入れて、ホイッパーで白くなるまで混ぜていきます。手動だと結構ね、大変かもしれないので、できれば電動のものがあればとても便利です。クッキーの作り方と似ていますね。まずは白っぽくなるまで混ぜます。でね、バターも、柔らかい状態です。ここに砂糖と塩ですね、を数回に分けながら加えて混ぜていきます。シュトーレンは、クッキーとパンの間みたいなお菓子なので、作り方もね、クッキーのようなパンのようなというものになります。砂糖と塩が、しっかりバターに馴染むまで混ぜていきましょう。こんな感じになりました。そしたらここに、水分ですね、牛乳と卵黄、こちらも数回に分けながら混ぜていきます。一気に投入してしまうとですね、分離してしまう可能性があるので、少しずつ入れるのがポイントです。卵黄を先に入れてもらってもいいですし、牛乳を先に入れてもらってもいいです。こんな感じに牛乳と卵黄が混ざりました。そしたらここに、強力粉ですね。これはふるってなくても大丈夫です。強力粉と、あとは先ほど発酵させておいた中種を加えていきます。中種は少しちぎりながら、細かく入れてください。
理由としては後で混ざりやすいようにするためですね。こんな感じにちぎって入れました。そしたら、クッキーのような要領で下から切るように混ぜていきます。パンの時はね、結構こうグルテンを作るように混ぜていくんですが、シュトレンの場合は切るように混ぜるがポイントです。切るように混ぜることでですね、サクッと感ですねが出てきます。少し力がいりますが、ある程度まで混ざったら、あとは手でまとめてください。ひとまとめにしていきます。ボウルの中でまとまりました。こんな感じです。で、中種と生地がですね、しっかり混ざってない場合は少し台にこすりつけてなじませるといいと思います。もうそこまでこねるという必要はありません。まとめるだけで大丈夫です。これで生地はできましたね。そしたらここで登場します。一番最初に、1週間から1ヶ月程度漬け込んでおいたドライフルーツを生地に練り込んでいきます。私はですね、これ2週間程度漬け込みました。で、ドライフルーツの水分が多い場合は生地がちょっとぐちゃぐちゃになってしまうので、もし水分が多いなと感じる方は一度ザルに開けて水分を切ってから入れてください。それでもしっかりドライフルーツに、ラム酒漬け込んであるので、ラム酒の風味はしっかりとします。生地にまんべんなく入るように混ぜていきます。こんな感じに混ざってきましたね。そしたら生地は完成です。あとはここからは成形に行きます。パンと違って発酵だったりとかベンチタイムがいらないっていうのも、シュトレンは楽な点ではあると思います。今回は2本分作るので2等分にカットをしていきましょう。ね、1個は自分で食べて、1個はプレゼントなんかにしてもらったらいいと思います。カットした生地の形を少し整えます。あとで、長方形ですねに伸ばすので、少し四角く整えておくといいです。綿棒で内子をしっかりしてから伸ばしていきます。クッキーの生地と一緒で内子がないとくっつくので、多めにしてください。形を整えながら、横が20センチ、縦15センチになるように伸ばします。そしたらですね、生地の端を中心に向けて折りたたんでいきます。この時、中心は3センチぐらいですね、間が空いているような感じで折っていきます。そしたら、片方の端を、もう片方の端の上ですね、に乗せてシュトレの形を作っていきます。いろんな形があります。そのまま丸い形もありますし、少し、いびつな、なんていうんですかね、雲みたいな形のシュトレもあります。くっつけた部分をですね、少し形を整えて、これで成形は完了です。このまま天板に並べて40分発酵を取っていきます。室内に置いておくことで結構ですので、濡れ布巾をかけて乾燥しないようにして、おきましょう。これが40分後です。少しやはりイーストが入っているので、一回りぐらい大きくなっている状態です。こうしたら、180度に予熱しておいたオーブンで焼いていきます。少し上が焦げやすいという方はですね、最初にアルミホイルなんかをかぶせて焼くといいと思います。180度で45分間焼いていきましょう。低温でじっくりと中まで火を通していきます。これで45分後焼き上がっております。まだね、少し柔らかい状態です。これを網戸の上で、
粗熱を取っていきます。30分から1時間ぐらいを目安にしてください。そしたらここからは仕上げです。溶かしバター、グラニュー糖、粉糖をこのシュトーレンに塗っていきます。まずは 100g の溶かしバター、電子レンジでチンしていただければ溶けると思いますので、電子レンジで溶かしたバターをハケを使ってたっぷりと塗っていきます。全部塗っていきますね。バターがなくなるまで使います。ここでですね、バターを、ケチってしまうと中のしっとり感がなくなりますし、日持ちもしなくなるので、ここは大胆に塗ってください。表も塗って裏も塗っていきます。どんどんバターは染み込んでいくので、それを感じながら塗ってみてください。何回も往復して塗っていきます。バターが全部染み込んだら、次にグラニュー糖をまぶしていきます。少しトレーなどに多めにグラニュー糖を入れて、全体にグラニュー糖がつくようにまぶしていきましょう。このグラニュー糖がね、また甘さを加えてくれてとっても美味しくなりますので、躊躇せずたくさんつけてください。裏側もしっかりとまぶしていきます。そしたら最後に茶こしを使って粉糖を振りかけていきます。できれば溶けない粉糖というのですね、を使うと後々も残るので、もしあれば溶けない粉糖というのを使ってください。普通の粉糖だとね、白いのが、溶けてなくなってしまう可能性もあります。裏面もしっかりとたっぷり振っていきます。これで完成です。そしたらですね、バターを生地に染み込ませていくためにラップをして約1日程度置いていきます。ラップを、生地に密着させる形でしっかりと空気が入らないようにして巻いていきます。これで1日保存です。そうすると生地にしっかりとバターが染み込んでですね、これが1日後ですが、しっとりとした食感のシュトーレンになります。切るときは少しホロホロと、クッキーのような感じなので落ちてくるので、波場でゆっくりと少しずつ切ってあげるのがポイントです。ラム酒の効いたシュトーレン、ぜひね、皆様も一つ食べてみてもらって、一つはプレゼントなどにしてもらうと良いかと思います。このままでですね、砂糖、バターたっぷり入ってますので、1ヶ月ぐらいは持ちますので、クリスマスまでゆっくり楽しみながら食べてみてください。ご質問などありましたらコメント欄にてお待ちしておりますので、何なりといただければと思います。ではインスタグラムにてレシピ紹介などもしておりますので、そちらも概要欄に貼っておきます。よかったら登録お願いします。ご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。